はい、ではここからレイヤーを入れていきます。で今下の土台を少し厚めになるように切って、でここからレイヤーを入れていくんですけど、こうカット習いたての子とかスタイリストになりたての子っていうのは、ここのフェイスラインのレイヤーをあまり入れられなくて、そこから表面のレイヤーっていうのもちょっと長めになりがちなんで、割とレイヤーがこう切れないとかっていう人とか苦手な人っていうのは、ここのここから顔周りから切っていくレイヤーがすごく苦手なんじゃないかなっていうところで、まあ、しっかり解説しながら切っていきたいと思います。でまずもうそのままこう前に引き出して自分でレイヤー設定して切っていくのもありなんですけど、それだとこう左と右がこう長さが違ってたりとか、どうしてもこう入れすぎたりとか長すぎたりとかっていう感じになってくるんで、まあ、そこを失敗しないようにまずガイドを、レイヤーの一番最初の出発点のガイドを作っていきたいと思います。でまず前に引き出してガイドを作るんですけど、この時にだいたい頭の丸みが変わる前の、変わってないところですね、このちょうど頂点の部分、ここから変わってくると思うんですけど、そこの部分をガイドにしてしまって切ってしまうと、少しこうえぐるような感じのガイドができてしまうので、だいたい頭の形が変わらない位置ですね、の部分から前に引き出してガイドを作っていきます。じゃあこのガイドの長さってどのくらい作ればいいのっていうところなんですけど、まあ、基本的には僕はこのトップからこのアウトレングスの3分の1以内でレイヤーが入ってくるのが、なんか今っぽい感じのレイヤーが作りやすいのかなと思うので、こうあまりこう半分ぐらいまで切っちゃったりとかすると、結構顔周りにレイヤーが入りすぎたりとかもするので、だいたい僕は3分の1以内、トップからアウトレングスのこの長さに対して3分の1ぐらいレイヤーが入ってくるのが一番自分は今理想かなと思うので、まあ、あとはモデルさんの似合わせっていうところに対しても、まあ、すごくいい長さ設定なのかなと思うので、今回は、全体の長さの3分の1レイヤーを入れていきたいと思います。だいたい3分の1ですので、まあ、このぐらいですね、このぐらいの位置で頭の丸みに対して平行に引き出してカットしていきます。このぐらいですね、切っていきます。で一回確認します。ここでまあ低いかなとか、ちょっと 高くないかなっていうのを確認します。で、髪の毛が癖があるので上がることも考えて、若干長めに切るのが今回モデルさんに対してはいいのかなと思うので、まあ大体このぐらいですかね。レイヤーが出発点を切りました。で、ここから、サイドに展開していきます。